フレンドの皆さん、このね技のスーパーサイジゴッド SS 孫悟空設定して、くれた方本当にありがとうございました。うん、なんかすいませんね、お手数かけまして。うん、でなんでこれまたね設定、していただいたかと言いますとですね、私ねちょっとなんだろう、あんまり呼びかけというかフレンド設定してくださいってちょっと X の方でポストしないんですけども、まあこの度どうしてもやりたいことがあってですね、ちょっとフレンド様にお願いしたんですけども、っていうのが LR 龍拳悟空がまあ極限 Z 覚醒、して魔改造されたじゃないですか。でその極限したことにより、LR 龍拳悟空がアタック無限上昇がつきましたと。はい、そういうことです。アタック無限上昇を無限大にやっていこうかなっていうやつです。それをやりたくてフレンドさんの皆さんに、うん、スーパーサイジゴッド SS 孫悟空を設定してくださいと、ちょっとね、呼びかけました。本当にありがとうございます。うん、でその LR 龍拳悟空、最初のアタック値が、こちらでございます。このアタック値から、スタートして、今ね、現代のアタック値が、はい、118万1127でございますだいぶ当たったまったでしょ。だいぶ温まりましたね。で75ターン目でもうね、ドッカンゲージがもうちょっともう半分以上になって、でパラガスニキがおやすさんがもう瀕死状態になってますんで、もうそろそろやばいかなと、もう潮時かなという感じで、撮影を始めましたんで、ぜひね最後までご視聴よろしくお願いいたします。どんだけアタック値出るかでございます。はい、で、ブルマをねとりあえず、アクティブ、はい、ブルマのとりあえずアクティブです。さあドラゴンボール7個揃いました。ほんま77ターンがね良かったかもしれん。やっぱドラゴンボールやから。ああ、コイラが潮時やな。ちょアタック値マジで上がってるかいよ。うん、お疲れさん、学生さんね、勉強お疲れさん。で力属性全部変えます。はい、でここでもうなんかサポートアイテム使うわアタック30ね、アタック30でお化け牛、お化け牛もうせっかくやからね。うん、であとたこ焼きですよ、変わっていただいて頼ませ、ね、よしよし、ナイスよし、ナイス、そういうこと、そういうことで、2800万からさあ取りましょう。ブロリーな、はい、OK、 2800万から取ります。アックマンやアタック値が1、10、100、1000万、10万、100万、狭い、1億6000トンで33万8496億アタック値ですね、魔改造ですね。で、さらに5個取ってバフかけますかね、バフかかるよね。あ、そうですね、おそう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 、1億9172万7000ではちょっとでは行きましょうか。本当にありがとう。75ターンめっちゃかかった。8億ありがとうございます。つい激は出なかったけどねまあアタック値見れてよかった。うん、8億ですね8億でございます。いや、ありがとうございます。ただ追撃行きとったら落とせとったんかな。うん、まあちょっとね落とせなかったんですけども、まあ8億の、ダメージが、まあ見れたって8億よね。うん、いや見れたってことでね、いや本当に何回も言うように設定して、いただいて本当にありがとうございました。うん、で私もねこのねゴッド SS 孫悟空設定してますんで、フレンドでね、もしお時間あるときはですね、皆さんもこの龍拳悟空アタック無限、育成ゲームやってみてはどうでしょうかというところで、最後に、言うときます。コンテニュー流石を10個ぐらい使いましたもうこの動画バズること祈ります。もう8億再生いくこと願います。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。